プーラは、クロアチア西端部のイストラ郡における最大の都市で、ある。イストリア半島の他地域同様、穏やかな気候と海、鉄数の自然で知られている。古代ローマ時代からの行政中心地で、ワイン醸造、漁業、造船業、観光業の長い伝統を持つ。プーラは、都市圏に約9万人の人口を抱える、イスタルスカ軍最大の都市である。 2001年の調査によると人口の多数を占めるのはクロアチア人である。その他の少数民族はセルビア人5.83%、イタリア人4.82%、ボスニア人1.67%、スロベニア人1.25%となっている。プーラは7つの丘の下方に横たわっている。市街は広い湾の内側にあり、 深さ38メートルある天然の良好となっている。港は海からとファザナ水道を通って入る2つの入り口のある北西側に開いている。プーラ地域圏は合計で51.65平方キロメートルあり、そのうち41.50平方キロメートルが陸で10.15平方キロメートルが海である。スベティエロリム島と小沢島、シティニャン、ベリ、ブルフ、 視野に積もりで北側を制限されている。東部は、モンテセルポ、バルマでブソレル、バルデベク地域、南部は旧式のガス施設、商業港ベルダとベルダ島、西部は、ベルデラ、ルンゴマレ、ムシルに囲まれる。温暖な地中海性気候で、平均日照数は1年で2316時間、年平均気温は、摂氏13.2度で、海は、 摂氏7度から摂氏26度まで変動する。プーラ円形陶器場人の暮らしていた痕跡は、プーラ近郊のサンダルイにある洞窟で発見されており、紀元前1万年に遡る。新石器時代の陶器が人類の定住を暗示しており、プーラ周辺で見つかっている。都市が最初に高級的な居住地として記録されたのは、紀元前10世紀に遡る。 古代イストリアに住んでいたイリュリア人らによって築かれたのである。町はコルキスに属していたことで初期ギリシャ公海者らに知られていた。金曜毛側を盗んだヤーソーンとメーデーアの神話物語で言及されていたのである。コルキスは北アドリア海へイアソーンを追放したが彼は捕まらずイリュリア人の住んでいたこの地域に最終的に定住した。彼らはこの土地を ボライトを呼んだ。ギリシャ陶器とアポロン心臓の一部が見つかっており、ギリシャ文明の存在が立証されている。イストリア半島は、紀元前177年にローマ人によって征服された。この時からローマ化が始まった。町は、紀元前46年から45年にかけ、植民地の地位に上がった。この時期に町は成長し、およそ3万人の人口を持つ、 全世紀であった。司法権の下で広範囲にわたる、周辺地域を持つ、目を引くローマ公となっていった。オクタビアヌス、マルクス・アントニウス、レピドスの三島政治が行われていた、紀元前42年の内戦時には、町は、ユリウス・カイサルの暗殺者、マルクス・ユニウス・ブルートス、ガイウス・カッシウス・ロンギヌス側に着いた。町が、 カッシウスの兄弟クイントゥスカッシウス・ロンギヌスによって創建されていたためである。オクタビアヌスの勝利が確定した後、町は荒れるがままにされた。オクタビアヌスの娘ユリアの要請で、すぐに町は再建され、コロニア・ピエタス・ユリア・ポーラ・ポレンティア・ヘルクラネアと呼ばれた。偉大な古典建築が建てられ、わずかにその姿を留めている。ローマ人は死に給水と下水システムを供給した。 彼らは銃の門のある紙壁で防衛を強化した。これらの門のいくつかは今も残る。紀元前1世紀に作られたヘラクレス門と2世紀から3世紀頃に作られた双子門である。セプティミウス・セウェルス帝時代、使命はレス・プブリカ・ポレンシスに変えられた。425年、町には死教座が据えられた。わずかに残る宗教建造物の名残がそれを立証する。 古い支配の残る市街西ローマ帝国の崩壊後、首都地域は東豪都族に破壊された。東豪王国支配は60年後に終わりを迎え、プーラは東ローマ帝国勢力下のラベンナ総督府の支配を受けた。この時代にプーラは繁栄し、東ローマ艦隊の主要校となった。大聖堂と聖マリアホルモサ協会は総督府時代からある建物である。 スラブ人が町周囲に初めてやってきたのは7世紀である。しかし彼らは実際にプーラに定住したことはなく、市は常にローマ都市であり続けた。市の歴史はその位置からイストリアの他都市同様にヨーロッパ強国間の国境の書き直しが反映され続けた。788年以降、プーラはカール大帝の治めるフランク王国の支配を受けた。 1077年までプーラは選挙で選ばれたイストリア博の本拠となっていた。1148年にベネツィア人らに死は征服され、1150年にはベネツィア共和国の所有となった。その後数世紀にわたり死の運命はベネツィア勢力ときつく結ばれたのである。1192年にはピサ共和国に占領されたがすぐにベネツィアが奪回している。 1238年、ローマ教皇グレゴリウス9世は神聖ローマ帝国に対抗して、ジェノバ共和国とベネツィア間の同盟を結んだ。そしてその結果ピサとも対抗することになった。プーラがピサの側についたことから、1243年にベネツィアによってプーラは略奪にあった。1267年、1397年の2度、ジェノバが開戦で、 ベネツィアに敗退するとプーラは破壊された。プーラはゆっくりと衰退していった。ローマ系の旧家、セルギ家とヨーノタシ家という地元の名家による内部構争とベネツィアジェノバ間のプーラと港をめぐる争いによってプーラの凋落は一層進んでいった。プーラは訪れたイタリアの詩人ダンテア・リギエーリによって新曲に引用された。イスタルスキラズボドもこの時代である。 これは、ラテン語、ドイツ語、クロアチア語で書かれた重大なクロアチア語写本で、グラゴール文字と呼ばれる古いクロアチア語アルファベットで書かれている。ベネツィアの古地図に描かれた、プーラ、1584年1331年に、ベネツィア共和国がプーラを掌握し、その支配は1797年まで続いた。14世紀から16世紀、プーラはジェノバ、 クロアチア・ハンガリー王国軍、ハプスブルク帝国軍から攻撃と占領等を受け続けた。遠隔の中世定住地と町は数箇所が破壊された。戦争に加え、ペスト、マラリア、チョーチフスの大流行が死を荒廃させた。1750年代にはわずか300人の市民が死にいるだけであった。1797年、ナポレオン軍に敗退したせいで、 ベネツィア共和国が崩壊し、市はハプスブルク家支配を受けた。フランスが1805年にオーストリアを敗退させた後、プーラはフランス軍の侵攻を受けている。フランス第一帝政の傀儡イタリア王国は、フランス帝国の地方行政区画イリュリア州を基礎にして直接据えられたものだった。プーラ軍港のオーストリア・ハンガリー帝国海軍。 艦隊1813年、プーラ及びイストリア半島はオーストリアの元に戻った。プーラはハプスブルク家の直轄領となった。この時代にプーラは繁栄を取り戻した。1859年からプーラの広大な天然港はオーストリア軍の主要海軍基地、主要造船中心地となった。プーラは消えゆく古代遺跡を持つ、小都市から 産業の町への変換を遂げたのである。プーラの南に位置するロシュニ島はハプスブルク家の皇族らの夏の休暇地となった。1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊するとプーラとイストリアは和平条約の元イタリアへすべて与えられた。この時代は経済、政治ともに不穏な時代であった。ベニートム・ソリーニのファシスト政権下、キタリア人、 特に、スラブ人住民は、政治的、文化的抑圧を受け、多くがイストリアの都市から逃れていった。1943年9月、イタリアが第二次世界大戦に降伏するまで、その支配が続いた。ナチスドイツ軍が、退却するイタリア軍兵士らによって生じた、空白地帯を埋めた。ドイツ軍政時代、プーラは最悪の時期であった。 パルチザンのゲリラ闘争を疑われた市民の逮捕、追放、処刑が行われたのである。一方で、連合国側の悲惨な空襲が繰り返され、プーラを全体的に破壊したのだった。1945年から数年間、プーラは国連管理下にあった。イストリアは占領地として分割統治されており、1947年9月15日に、 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に属するクロアチア社会主義共和国に公式に統合された。プーラがユーゴスラビアへ併合された際、人口の多数を占めていたのは90%以上いるイタリア人であった。しかし、1947年に和平条約が締結されると、1945年以後も残っていた人々もプーラを去っていった。 1946年12月から1947年9月にかけ、イタリア系住民らの多数がプーラを後にした。1947年から1953年の間、イタリアの文化的遺産は、ほぼ完全にプーラの記念物から取り除かれた。1946年8月18日、プーラはベルガロラ爆発事件の舞台となった。 1946年の調査では、プーラ軍には87,787 87人の人口があった。プーラのイタリア人は人口の90%近くを占めていた。1931年のプーラには41,439人の住民がいたが、1948年にはわずか19,595人しかいなかった。直後にイタリア5名のポーラから、 市名は公式に、クロアチア語のプーラに改名された。1992年のユーゴスラビア解体後、プーラは新たに独立した、クロアチアの一部となった。セルギウスの外戦門、アウグストス神殿双子門豊富な政治史の結果として、プーラは古代と現代、地中海と中央ヨーロッパの文化と言語が混じり合う地となった。プーラの建築物はこれら歴史の積み重ねが、 反映されている。住民は外国語に堪能であることが珍しくなく、特にイタリア語、またドイツ語、英語のできるものが多い。1904年10月から1905年3月に、かけ、アイルランドの作家ジェームズ・ジョイスが市内のベルリッツ港で、主にオーストリア・ハンガリー帝国海軍将校に英語を教えていた。彼はプーラ滞在中に、 ウィリアム・バトラー・イエッツとジョージ・ウィリアム・ラッセルの両方を当てこすった片面釣りの印刷物をプーラの印刷所で変ずりした古代ローマ遺跡が保存されていることが有名である旧市街には狭い通りを挟んで中世及びルネサンス期の建物が軒を連ねるそして未だローマ時代の敷石が敷かれている海岸プーラ周囲の田園 ターコイズブルーのアドリア海といった美しい自然がカキバカンス地として国際的に人気を集めている。近隣のブリユニ国立公園はユーゴスラビアの指導者ヨシップブロズチ頭が夏の別荘を構えてから多くの各国指導者が訪れた。ローマ時代のビーラと神殿が農業地帯や海岸地帯に未だ埋まっている。沿岸は砂浜であり、釣り、 古代ローマのガレー戦や第一次世界大戦時の軍艦の洞窟潜水、飛び込み、島に大小ある洞窟へのセーリングができる。プーラはヨーロッパの自転車網である、ユーロベロの9号線の終着地点である。近郊の海岸で恐竜の足跡が見つかることがある。友好都市その他友好関係のある都市。ありがとうございます。